Now turn up. はい、NK スポーツチャンネルです。さあ、今日はですね、はい、工事対ヤーマン決まりましたね。決まりましたね。いや、楽しみですね。これは面白そうですね。はい、うん、工事選手の対戦相手なんですけど、はい、まあ、タイガ選手か、はい、ヤーマン選手って予想してたんですけど、ヤーマン選手今ね、めちゃめちゃ、まあ、知名度上がって、うん、まあ、試合も面白いんで、うん、まあ、ここはタイガ選手より良かったのかなって感じですよね。確かにそれはありますね、うん、まあ、オープンフィンガーグローブでバチバチ殴り合って、はい、ガンガン行くスタイルなんで、まるで一気に名前上げましたね、うん、まあ浩二選手とは噛み合うんじゃないかなって思いますよね。そうですね、まあ、先日の記者会見を見て、はい、まあ、ちょっとね、うん、まあ、言いたいことがあるんですけど、まあ、これを言っちゃうとね、はい、まあ、浩二軍団とか、うん、ファンの人がね怒るとは思うんですけど、ちょっとここは言いたいことがいっぱいあるんでね、まあ、言うんですけど、はい、まず、うん、なんで、はい、オープンフィンガーグローブでやらないのか、そこがね、うん、ちょっと引っかかってて。なるほど、うん、そもそもね、まあ、浩二選手は、はい、まあ体重関係なくやるとか、はい、まあ MMA でやってもいいとか、まあいろいろ言ってるじゃないですか。はい、いろいろ言ってる割に、まあ、オープンフィンガーではやらないと。まあ女の子の前でしか、はい、まあ指輪出さんとかね、わけのわからんことを言ってたじゃないですか。はい、まあ本心は、うん、ビビってるんじゃねえかなと。そういう風に取られてもしょうがないですよね。シンプルにそうじゃないですか。はい、ヤーマン選手からね、うん、わざわざオープンフィンガーどうですかと。まあ振りがあって、にもかかわらず直接ね、まあ、即答でね、はい、オープンフィンガーではやらないみたいな感じになったんで、うん、こういう発言を聞くと、うん、柴田浩二のいざこざがあったじゃないですか。ありましたね。柴田が正しかったんじゃないかなと、なんかそういう風に思うっすよね。まあね、まあ、柴田が言うには、うん、まあ、浩二がいろいろまあ、ルールだとか体重とかいろいろイチャモンつけて、はい、まあ、交渉が難航してたみたいなんですけど、うん、まあ、多分ね浩二があどこで言ってたんじゃないかなと、まあ、思いますよね。そうじゃないですかね、うん、まあ、体重も同じで、はい、まあ、ヤーマン選手の方が若干体重は重いんですけど、うん、キャッチウェイトでやるんで、うん、全然オープンフィンガーでやっても問題ないでしょ。そっちの方が絶対盛り上がるっすよね。はい、あ、まあ、ゴミ選手と、うん、まあ、体重差があって、はい、まあ、大きいグローブでやったじゃないですか。まあ、あのことを自慢しだしてね、うん、それに対してもイラつきましたよね。確かにね、うん、まあ、いろいろあいつにはね、うん、まあ、イライラするところはあるんですけど、まあ、ヤーマン選手にね、はい、まあ、年下なんで、はい、コージさんと呼びなさいと、うん、言ってましたね。まあ、言ってたんですけど、はい、まあ、あいつはゴミ選手のことをゴミちゃんって呼んでるんで、うん、そもそもそこが矛盾してるし、うん、というのもいろいろ含めて、はい、まあ、ヤーマン選手に思いっきり KO してほしいですよね。ぶっ倒してほしいですね。はい、もうオープンフィンガーじゃなくても、はい、まあ、中村寛選手とすごい試合やってるし、はい、ダウン取って、はい、ベストバウトにも選ばれてるんで、はい、まあ、浩二選手でもね、はい、めちゃめちゃタフなんで、そこなんですよね。本当に倒れるのかどうか、うん、まあ、その辺も気になるんですけど、はい、まあ、ヤーマンやってほしいですよね。バチバチ行くと言ってるんで、浩二選手も、はい、ガンガン前に出るスタイルなんで、はい、まあ、両選手ともね、まあ、噛み合うと思うんで、そうですね、絶対面白くなるんで、はい、ただ浩二がめちゃくちゃタフなんで、はい、判定に行けば、うん、まあ、浩二が勝つんじゃないかなと。あー、なるほど、ね、まあ、そういう予想なんですけど、うん、まあ、ヤーマン勝つなら KO でしょうね。なるほど。浩二選手のアンチではないんですけど、はいはい、まあ、単純に好きか嫌いかで言えば、うん、まあ、嫌いなんで。ヤーマンにがっつりね、はい、ボコボコにしてほしいですよね。そうっすね、舐めてるんでね、はい、あの男はね、だいぶ今日怒ってますね。はい、浩二軍団、浩二ファンの皆さんには本当申し訳ないんですけど、うん、はい、まあ、これが本音なんでね、まあ、ヤーマンを全力で応援しようかなと、そういう風に思いますね。まあ、いろいろね、まだまだ言いたいことあるんですけど、長くなるんでね、止まらないんで、はい、とりあえず、はい、まあ、ヤーマン選手頑張れってことで、まあ、応援したいですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。お願いします。